どうも、ダイアリーメンバーのオクラです。今日は大手を新卒9ヶ月で辞めて、私と同時期にダイアリーに入社したしずちゃんにたくさん話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。1月からダイアリーに入社した中山しずです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はしずちゃんに、そもそもなんで転職しようと思ったのかとか、あとスタートアップの中でもなんでダイアリーだったのかなとか、ぶっちゃけ不安なかったのかとか、いっぱい聞いていきたいなと思ってます。私自身もダイアリーに入社したっていうのは、全く同じ状況なんですけど、大手を1年足らずで辞めてスタートアップに入社するっていう、そこはもう全然想像もつかないことなので、たくさん聞ければなって思ってます。はい。そして今は、お仕事終わりということで、今日はお酒を共に、本音で話していくために飲みながらやっていければなと思います。はい。じゃあお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。乾杯。乾杯。じゃあ下げすぎて映さないから。うまもともと、しずちゃんどんなところで働いてたのかなっていうのが気になるんで、どんな会社でどんなお仕事してたか教えてもらっていいですか？私が働いてた会社は、求人広告をメインにやってる総合人材会社で働いていました。で、私がやっていた仕事は、求人広告の法人営業で、お客さんのところに行って、契約もらって、求人広告出してもらって、そこからこう成果が出すまでっていうところをサポートさせていただく仕事をやってました。で、実際、その大手に入りたくて大手に入ったんですか？もともと、スタートアップとかベンチャー志向だったけど、でも、なんか自分でその何もない状態から作っていくっていう自信がなかったっていうのと、自信なくて悩むぐらいだったら大手行った方がいいよって結構周りに相談した時に言われて、確かにと思って、最終的に大手の方を選んだっていう感じです。じゃあ大手に入ってみてどうでしたか？実際ダイアリーに入社してから気づいたけど、めちゃくちゃ仕組みも整ってたし、気づいてなかったけど、オフィスもめちゃくちゃ広いし、上司とのこう関係とかもすごい良かったから、楽しかった。楽しかったんだ。そう、大手とスタートアップどっちが偉いとかっていうのはマジで思ってないけど、駅とかに自分の会社の広告あったりとか、渋谷とか行ったら広告あったりとかするのを見ると、誇らしいなっていうのあったかな。確かに。就活の時からどっちでもなかったけど、とりあえず大手に行ったって感じだったと思うんですけど、そこで実際なんかギャップみたいなのがあったんですか？だからこんな感じのはずじゃなかったのになみたいなのあったとか。やっぱりそう、仕組みが整いすぎてる分、なんか自分のこう走っていきたいスピードと、会社の進むスピードになんかちょっとギャップを感じたみたいなところはあったかなっていう。そういうことか。じゃあしずちゃん的にはもっと走りたかったってことですか？そう、爆走したかった。爆走？大爆走したかった。具体的にはどういうことですか？どんどん出世するためにガンガン毎日働きたいとか、なんか自分でいろいろ考えて、こういう風にやった方がユーザーの人がいいんじゃないかなとかって思うことがあったから、でもやっぱりそれを通すためにすごい時間かかったりとか、自分がそれをできるようになるためには、やっぱりまあ成果出さなきゃいけないっていうのは大前提あるけど、時間がめっちゃかかる。3年とか4年とか、もっと早く行きたいって思ったっていう。あ、じゃあいつぐらいから、その転職じゃないけどちょっと道を変えようって考え始めたんですか？そもそも転職するしようとか一切なくて。あ、なかった？そう、全然考えてなくて、でも転職した一番最初のきっかけは、その旬ダイアリーの動画に、なんかその出演しませんかみたいな声かけてもらって出演したのね。で、その1週間後ぐらいに、それきっかけで旬さんと、その時でディレクターやってた今同期の子と3人でご飯食べに行って、で、なんかお話しして、楽しそうって思ったけど、その時は会社で辞める気全然なかったから、でも、そう。で、まあ1、2年ぐらいやるつもりです、絶対みたいな感じで話してて、で、その2週間後ぐらいに、しゅんさんとバラマツさんとまたご飯食べに行って、入りなよみたいな。はい。明日から入りなよみたいな言われて、いや、無理無理無理って、そんな無理だろみたいな感じで思ってたんだけど、なんか突然気が変わった、今なんか行った方がいいかもみたいな気持ちになって、その1週間後に入社しますってなったっていう。え、そんなスピード感でしたっけ？そんなスピード感。その、しゅんさん、バラマツさんがそう言いそうなのは、マジ想像がつくけど、でも、結構早かったじゃないですか。ポンって決めたのかなと思うんですけど、別に葛藤とか、それこそ周りに反対されるとか、大丈夫だったんですか？
葛藤に関してはなくて、うん、もう本当になんか自分の中で決まったら、もうスパッてこう、次行こうってなっちゃうタイプだから、はいはい、自分の中での葛藤は全然なかったけど、うん。でも相談は一応して、周りの年上の方とかに相談して、うんうんうん、あ、それはやばいとか。確かに。言う人も結構いた。うん。その、辞めることは別にいいけど、その会社で大丈夫とか、知らないからさ、みたいな。1年未満で辞めることに対してあんまりそんなに言われなかったけど、うん、他の業界の方が向いてるんじゃないとか、ああ。まあ確かにそうかもな、とかいろいろ考えつつ、でもまあ自分で決めたことだから、やっぱ自分で決めたことにしか自分で責任をこう、取ろうって思えないと思ったから、そう、それ確かに。そう。行くしかねえと思って。じゃあ、不安とかはなかったにしろ、うん、なんでそれでダイアリーに決めたのかなっていう。うんうん、前提として、シュンさんのやりたいこととかにめっちゃ共感できたっていうのがあるけど、うん、一番の理由は、もう直感。直感で、ここだみたいな感じで、うん、なんか自分が一番活躍できるような気がするっていう直感だけで決めたって感じ。うん、お酒が回ってきたついでに言うと、うんまあ、自分がやりたいことを我慢してっていうか、その、いろいろ理由をつけてやらないのはめっちゃもったいなって、めっちゃもったいないって思ってて、ちょっとあれだけど、めっちゃもったいないなって思ってて、なんでもったいないかっていうと、自分のその限られた時間を何に配分するかっていうのは自分で決めないといけないなって思ったから、でもやっぱ自分の人生は自分で決めた方が楽しいなっていう。ことでした。そう、その通りに決断したわけね。そう。その結果、ここに来たっていう。わー、素敵。素敵。乾杯しよう、乾杯。乾杯。じゃあ、実際、今働いて、もうすぐ1月終わる。うん。それで、まず、いいところ、聞きたいなって。うん、どこがいいと思う？自分がやりたいことだったし、やらなきゃいけないことがいっぱいあるから、うん、1日が終わるのが早い。とにかく。退屈する時間が、もう1秒もないから、そう。いいなっていう、そこ。他は書いてることある？待って、なんだっけ、質問。え、いいところね。あ、いいところね。いいところは、うん、同世代がいっぱいいるし。まあ、同世代しかいない。てか、同世代しかいないから、もうなんか、シンプルに楽しい。確かに、確かに。楽しいし、うん。なんか、みんななんか前を向いてさ、キラキラしてるじゃん。なんか確かにね、私も入った時めっちゃ思った。みんな目輝いてるじゃん。キラキラしてるから、やっぱ自分も頑張ろうと思うし、あと頑張らないと死ぬから、頑張ろうって思って。まあそれが合ってる合ってないは人によるかもしれないけど、うん、しずちゃんにとってとか、少なくとも今はそれが楽しいって思って。うん、楽しい。全然大丈夫。楽しいよー。今お母さんマジで出てきた。マジで大丈夫です。ゆるい動画だから。で、そこにいるのにこっちで飲んでるんだよ。で、じゃあ逆にね、うん、あるかわからないけど、うん、いや、てか絶対あると思うんだけど、うん、正直、まあ、転職したものの、うん、前の方が良かったな、みたいな。うん、でも、ほんと、本音で。本音でね。転職の方が、ここは良かったなってところ、部分的には絶対あると思う。うん、それ聞きたい。うん、前の方が、やっぱまあ、当然だけど、仕組みも整ってるし、まあ、教えてくれるっていう、専任の先輩というか上司がいるし、っていうのがないね、何も。ゼロではないけど、まあ、自分でどうにか頑張るしかないっていう気持ちはある。だから何もないから、その大手とスタートアップ最初どっち入った方がいいですかっていう感じのやつあるじゃん。あるあるある。え、どっちだと思う？いや、マジで、あの、9割の人は大手だと思ってる。普通に。え、その心は？その心は、うん、なんか、スタートアップに成功するパターンももちろんあるし、うん、ダイアリーめっちゃいい会社だからみんな新卒で入ってそれでいいと思うのよ、うんうん。ただ、その学生の時点で、その会社がいい会社かどうか判断するのも難しいし、はいはいはい、自分がその環境に耐えられるタイプの人間かどうかっていうのも働いてみないとわかんないから、それ間違いない。そう、私は大手に行って、なんかもっとあの、過酷な環境で頑張りて、思ったから、うん、よし、転職しようってなったけど、はいはいはい、まあ一旦ちょっと大手に入ってみるっていうのはちょっとおすすめかもしれない。一旦行くのはいいかもしれない。そう、行って、うん、やりたいことが見つかったら、うん、半年も経たないうちに転職しようって思ってもいいわけだもん、ね。そう、思っても、まあ、なんとかなるし、あの、大手だったら、ちょっと迷惑かけるし、ネガティブなこともあるかもしれないけど、あの、一人辞めても潰れたりはしないから、普通に応援してくれる、みんな。じゃあ、まあ、ラスト、ということで、うんうん、まあ、まだ入ったばっかりの我々ですけれども、うん、
まあ、そう、キャリアチェンジをしたわけじゃん、しずちゃんは、うん、で、その中で、まあ、この会社の中ででもいいし、なんか今後どういう風になっていきたいというか、こういうことを頑張りたいとか、こういうキャリアでいきたいみたいになって、うん、まあ、どんな風に考えてるのかなっていう、うん、自分のキャリアとしては、なんか自分で売れるものを作りたいなっていうのをすごい思ってて、売るか売るものを作るかどっちかじゃん、仕事って多分。なるほどね。ってなった時に、売る力はそんな苦手じゃないし、うん、なんか結構得意だけど、うん、売るものが常になくて、うん、そうそう、なんか何でも平均点ちょい上ぐらいはできるけど、かといってなんか人にこう、売れるほどのものは何もないなってすごいいつも思ってるから、売るものを作る力がついたら、嬉しいなっていうので、自分が一人ポツンってなった時に、売れる力あっても売るもんなかったらなんか生きていけないなって思ったから、うん、そこをつけたいな、力をつけたいなってすごい思う。でそれが結果なんか自分の成長にも会社の成長にも寄与できると思うから頑張りますっていう。じゃあ、まあ、今はそんな感じで、うん、まあ、直感でとかやりたいこととかワクワクするみたいな感じで選んできたと思うんですけど、うん、今後もこれだけは大事にしていきたいみたいな、そういう、もう、しずちゃんの軸、うん、人生の軸ってなるものを聞きたいですね、最後に。自分で決めるっていうことはこれからもしていきたいなと思ってて、うん、人からアドバイスもらって、それもちゃんと受け入れた上で、うん、自分の中の正解は自分でこう答え出さなきゃいけないなっていう。それが失敗だったとしても、後から無理やり正解にできるように、頑張っていけるように、こう、やっていくっていう。まだ、この決断も、正直わかんない。けど、まあダイヤルに入ったの正解だったなって、2、3年後、何十年後とかに言えるように頑張っていこうっていう。私も頑張ります。頑張ろうね、おくらちゃん一緒に。ということで今日はすずちゃんを追って辞めてダイヤルに来てくれたということで話を聞いたんですけど、はい、破天荒なすずちゃんの思想や価値観が聞けて楽しかったですね。楽しかったですね。はい。はい、まあ何が正解かわかんないですけど、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。温かく見守っていただけると嬉しいです。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。